はい、というわけでプレイステーション4のスレイザースパイアですね、戦勝15。今回リフェクトでやっていきます。今回というのは何回かやってるからですね。1枚アップグレード、最大 HP、 ランダムなレアリリック、呪い値、一応一番右行けばエリートとは戦わずに行けるルートではある。ただまあこれで何取れるかによるかやな。アップグレード、レアレリック、これレアレリックがあんまりなんか古文でも強いのは強いし。で呪い受けて呪いを消すとこがない。ダメだ、呪いも消えられない。アップグレードか最大 HP だ。最大 HP もらった方か。よいしょ。で、まあハテナ多めか普通に敵倒していくか。ハテナ踏んでってみる。防御魚、防御魚、ここ攻めるターンと思ったけど普通防御してくんな。ライトに見つけとくか。防御2枚の防御プログラムを1個作っとこう。攻めろ、攻め立てろ。OK。 あ、ポーションあー、自動盾ブリザード、ブリザードね強いんだけどフロスト1枚もない状態でもらったらこれまずいよね。自動防御盾にしようかな。ブロックがない時、ブロックがない時とはいえ一番最初にターン使えればだいたいブロックない時だしね。よっ、お、変化、アップグレード、除去。除去でもいいけど、あーでもなんか変なのにされても困るか。普通に除去しとくか。いやーでもちょっと攻撃力がなさすぎても困るんだよな、ディフェクト。いやまあ1枚ぐらい大丈夫か。おろろ、ライトニングに任せてる。後ろか、ライトニングは後ろが好みか。自動防御盾で、2連回復。おー、いい。引き倒してくれた。で、さらに、へこましてくれ、あいつを。さらに行ってくれ。OK。丸くなるとかね、オーブの攻撃で引っかからないんで、冷静沈着もらっとこうかな。で、75ゴールド、HP11。あー、
いやでもショップないんだよ、ないから、いや ショップ出るよアテナでひどい話だ競争買えるもんがない。捧げたもの、ストライク2枚だけになるとほんと攻撃カードないしな。防御1枚消すか。どうぞ。残念で初期プログラムを先にグレード。うわあ。冷静沈着。二連回復きた。防御一枚使えば足りると。防御二枚。ストライク。で2連解放で終了と。暗黒やっちゃう暗黒デッキだ。パカ。金メッキケーブル、一番右側にあるオーブの自動効果は2回。ありがたい。自動防御盾、殺気で2連回復して、で冷静沈着で一応フロスト作っておくか。攻撃しちゃうか。金メッキケーブルできればライトニングとかに使いたいな。ちょっと攻撃しとこう。 OK。 うわ防御ないことに気がついた。いて二連解放じゃい。お、充電ありがとう。デッキからカード1枚7失う。結構防御、いやここはストライクか。さすがに充電か冷静沈着か。こいつな、こいつなこいつ強いんだよ。一番強いと思う一生のボスの中で。こいつに負けてった過去の思い出が走馬灯のようにたくさんありますまあでも充電かな。引くのもね、そのやけどを引いてくる可能性も高いんで、こいつにはあんまり。あーダーク強めるか。二連解放でバシバシ打つか。とりあえずもうちょい戦えるから。道中って考えて二連解放あげとくか。よいしょ。
ばらけるか。金メッキで俺の闇の心よ、一斉にたまれ。たまって18になった今。充電、消去プログラムの方が先がいいよね。で、冷静沈着、防御。で、自動防御盾入れつつ消去プログラムで押し込めば30がいくので手前倒せるか。で、充電入ってるけど、2連解放。暗黒を打って冷静沈着で防御、いやストライク打ってライトニング2回打てば倒せるよね。 OK、 融合、融合か。でも融合入れると暗黒が微妙に使いづらく、あーでも1にできる。再起も来てる。ダークならまずは再起か。今か。今ボス戦に必要なことは何だ。防御とカードを引くことだね。いやあああああああ、好きプレイ来た。ほらよ、シュババババン。で、直プログラム自動盾を打ってからの充電防御。さあライトリングよ、好きなのを倒してくれ。なんか一匹倒し損なったよ。さあライトリングよ、好きなやつを倒してくれ。OK、ポーション上がってよかった。ホログラム、ホワイトノイズ、ホワイトノイズは危険度が高い。ホログラム5、1で5、ただ捨て札のカードを拾える。ホログラム、いや、まあ、ちょっと強いんだけど、いや、いいか。そんなすごい強いカードって今ないし。でも手札に加えるんだよな。拾ってすぐ使えるって意外と強いんだよな、こいつ。アップグレードすればだけどね、破棄されちゃうから。とりあえずいっか。なかなか厳選が難しい。で、これは上げた方がいいのか休んだ方がいいのかがすごい際どいところ。いや、寝よう。
いや、寝るか？ご利用したらいけるか？ケーブルがあるから暗黒を前にしてちょっと貯めればいけるんじゃないか？だからそのちょっと前にして耐えてる時間を作るってなると、あ、4アップ意外と自動防御盾上がるんだな。充電か防御、あ、まあどっちかだったら充電か。でポーションはもうガブリだ。ああ、最初に来ちゃう、最初に来ちゃう。2連解放して俺の闇の力を見せてやるぜ充電してキピキ。で精神着防御が来た。3枚防御、俺の闇の力あー、2連解放もうしちゃう。解放でも消去プログラムと防御もあるし冷静沈着あるし、一旦冷静沈着でカード見よう。あ、充電来てる。いや、解放しよう。シバン、うん、ごっついダメージいった。で、自動防御盾これ強いよね、やっぱね、自動防御盾なんだかんだ。で、消去プログラムで押し込んで、2連解放で暗黒を貯めつつストライク。俺の暗黒よ、黒いオーラよ二連解放が、二連解放小塚、まあ、しゃあない。やけどが来ちゃう。充電入れる。暗黒して、記念解放かな。で自動防御盾、消去プログラム打ってからの暗黒をためる、防御する。30溜まってる。自動防御盾強いよね。いて、何気に、で、冷静沈着しかない。あー、2年解放がここで来ちゃうか。まあ使わざるを得ない。ダークは前に進めておくのが吉だ。
もう1で終わるけどな。はあ、電気力学、これ全体攻撃プラスライトニングの大幅強化、強化ですね。これいただきましょう。パカ、鍵、呪いの鍵いただきましょう。はい、というわけで2勝目はチャンプ。チャンプか、そうですか。あー、エリート一応避けていける感じはある。ここからいきましょう。うわ、コソドロ痛いね。充電して電気力学使ってからの2連解放。で、ダークを後ろにつけておくと。強っ。電気力学強いよね。そしてなんでこいつらこんな攻撃してくんだ。なんでそんな強気なんだ。もうすぐ死んじゃうよ。で、まあ冷静沈着で進めつつ、あ、空来たね。 OK。うん、あー、ヘビアボリ。まあいいや、もらっとこう。あ、自己修復、これもらっとこう。上道中回復できる。寒気、これもね、スタート悪くはないんだけど、まあこっちだよな。まずは道中回復できるって結構強い。使えればだけど。あ、ポーション発見。こんなのぽい、窓から投げ捨ててやるぜ。お、まだ一匹だね。充電、プロフラ、防御足りないね。全部使える。そして相手のブロックを削るのが大変。自動防御だって一応先に使っとこう。で、電気力学使って解放される方がいいよね。これって押し出されるとき、あ、まあ一匹だから別に関係ないのか。なんか考えちゃった、いろいろ。2連解放してから先制沈着打った方が無駄になりにくい。で、防御は足りてるのでストライクで一応1枚プレート剥がしておく。ああ、防御が、防御が足らん。じゃあ自己修復しとく。暗黒も打つ。ストライクで1枚プレート剥がす。で、自動防御盾、充電して2連解放してからの消去プログラム。お、自動防御立てきたね。で、どっちでもか。じゃあ
あー、レス人着とかって。うん。二連解放的なやつが来るかなというちょっと淡い期待を持ってたんだけど、まあ来ないよね。で、防御足りてるんだけれども全部使えるから使っちゃいます。でストライクでプレート剥がっちゃいます。二連解放してストライクで、あとはライトニングが仕留めてくれます。 OK。 再起充電嵐、あ、嵐はさすがにちょっと怖い。目覚ましもになる可能性が結構あとあと高い。充電か再起、充電もう一枚もらっとこうかな。防御がちょっと不安が、自動防御盾あるとはいえ、自動防御盾もアップグレードしてないからな。でショップ230、そこそこある。ミイラの手が欲しいちょっとだけ負けてくれプリズムシャドウ、無色や他の色のカードが現れるようになる。これ大混乱ですよね、これね。ただディフェクトで他のカードの色取れるって結構強くない？逆だとディフェクトのカードって結構困るんですよね。オーブ系がなんか揃ってないのにオーブ系がちょろちょろ入られると困るんだけど、他のやつってディフェクトが使っても全然強いんで、これありっちゃありなんですけど、あ、まだショップいけるわ、無理して買わないなんで除去サービスで防御消しとこう。で、はてな、はい、ね、うう、2体、もう2体か、早いな。電気力が空、2連解放してから冷静に自分ない。あー、防御と自己修復か、とりあえず防御か。危ない、勢い余って後ろ倒しちゃうかと思ったよ。倒すのはちゃんと防御が溜まってる時と思ったけど、防御止められない溜められない。暗黒を後ろがいいよね、一応ね。で、ケーブルで一応2回 OK。 で、自動防御盾が来れば結構防御が入ってくる。で、精神弱も打ってさらに防御が入る。防御足りてるから攻撃なんだけど、全然へこましきれない解放、暗黒、まあ暗黒打ってから2連解放だね。カッカン、暗黒もう前に食べちゃっていっか。
で防御足りないからフロストを二連解放しちゃおう。いや、あーでも倒しきれないな。そうだな。でこうだ、これで足りるもんね。たまれ俺の暗黒よ。で防御して、あと冷静沈着で押し出す。シュババ18、まあ防御してストライク、ここで暗黒がバスト OK。 回復してる。スポーライトニングコンパイラー、うん、いらない。でどんどん育てよう。ね、充電と自動防御盾、電気力学は1個増えるだけなんだよね。で暗黒な、これなちょっと上げときたいんだけど、で沈着もカード2枚欲しいんだけど、こっちか。ちょっとだけエナジーがふわっとしてるから2枚引けるのまず上げとくか。うおー呪い入れてくる。パス、息を使う。でこっからだこいつ。冷静沈着でカードをまず引く。OK、充電きた。あーそっか、下げられてんのか。職業プログラムを打つ、充電さらに打って防御でも12。あーえぐいなーこいつ。暗黒単独か。でフロストを前にして2回一応発動、少しでもさせよう。あー使う、いやいった。でまあ冷静沈着でエナジーが6ある。充電2連解放がまあいいか。ダーク前に進めよう。で自己全部使えるね。 OK、 うん、えぐってくるな。ただもうおしまいだ。鋭い爪、そうじゃない、そうじゃない。よポーションやっぱ結構出てないよな、なんだかんだで。ちょっとやっぱりここまで来てくると防御が辛くなってきたので自動防御上げとこう。あとはストライクと防御消したいな。いいよ。あー腐敗、しかも12面体。ショップ行くか。ショップ行って呪い消さないとな。
はい、全然ちっちゃく、暗黒お奉行、いて、で電気力学打ってからだよね。二連解放するのもったいないもんね。で二連解放をダークでやっちゃう。後ろに行っちゃうのか。まあしゃあない。で充電。後ろから倒そう。お前ら二人攻撃してくるからだぞ。全然コスト余ってる。そうか、コストが余っちゃってんのか。防御足りてないし。いっせい。うわ。あれこんなえぐいの。まずは冷静沈着。充電、消極ログラム、暗黒ストライクで終了と。あー、起動シーケンス、ありがたい。エリートは倒せないな、さすがに。アップグレード、起動シーケンスは3上がるだけか。だったら充電か暗黒。まあ充電か。これで多少防御力がちょっとずつ整ってきた。あとここな、防御ストライクをなんとかしたい。だけど次は呪いを消す。うわー、違うんだ。そうじゃないんだ。まずい、防御が全部こっちに来るってね。あと普通の防御ですよ、あるの。何この偏り。ひどい。パワーポーションは持っときたい。筋力ポーション使っても、マジかよ。まあ、充電は使うけどさ、次に持ち越せるから。ひどいな。この初手はひどい。防御が腐りにくいとはいえ、腐ってやがる。カードが腐ってやがる。マジかよ。もう最近使っとくか、筋力ポーション。なんか相当へこまされそうな気がするな。むしろ死ぬんじゃねえかぐらい行くんだけど。まずはこれだ。これで全体にドコンドコンと。でさらに、ダークが行った時点でもう倒せんだよね。で二連解放はいいんだけど、3、え？
死んでしまう。2、13。あ、もう大丈夫だね。いやー、あの初手の悪さ本当にですよ。ダークをもう前にしちゃっていいかな。死ぬ。死ぬ。足りた。あぶねえ。いや、打っとこう。ブロックまた重ねてくるもんね。前にダーク進めとこう。あぶな。あぶなっていうか、まだ終わってないけど。自己修復。いろいろ直してくれ。スキミング、いや、そう、まあ確かにカード引けた方がいい感じはあるんだけど、そっか。オーブスロット追加で3個。はっはぁ。ルーンコンデンサー再生ポーション。1個もらえます。で、問題はその後だ。まあ確かに暗黒貯めるにもちょっと今貯めるスペースがないよね。ただ解放のタイミングをちょっと遅れちゃうのは遅れちゃうんだよな。あ、いや、でもいいか、電気力学あるんだからライトニング貯めててもまあまあ強いから、これ取るか。ルーンコンデンサー、ただその代わりカード除去ができなくなった。で、ブロックポーションも買う。なぜなら死にそうだからです。ここによっては死ぬ。うわぁ。うわぁ。腐敗が2。だから防御1枚で足りるんだね。色土止血はつかなくて OK。で、自己修復、暗黒。充電。充電。うわむ。自動防御盾を先使う。そうすればとりあえず OK で、フロストも、あ、いや、いや、まあ先使っちゃおうか。あ、スキミング来た、いいよ、来た来
たきた。きたきたきた。ほらよ。で、暗黒か充電か。暗黒一番前のやつちょっと座っておっか。充電して次のターンにエナジー引っ張っといた方がいいかもしれない。もうこの暗黒で倒すぐらいの勢いにしたい。自動防御盾、起動シーケンスも使う。二連解放撃つ。防御する。一つ一つ確認していく。で、オッケー。あとはチンでもらおう。一応ふぅ、プロポーションもう一個。あー、高速、超高速、これ欲しい。カード1枚得られる。で、ジャンプ前に29とか。寝よう。さあ、いけるか。そうか、腐敗消してなかったんだ。まあでもお店はあの立ち回り以外ほぼなかったよな。ああ違うわ、使う必要なかった。まあいいや。まあ良くなかったわ、いっぱい来るわ。スキミングもできたし、二連解放もできるし、ストライクとかよりは自己修復消しとこう。で、充電で次につなげとこう。この4枚この4枚で、超高速、暗黒、二連解放、ストライクで一応投げてます。あーっと危ない、腐敗があるから。腐敗の方が先だよね、多分オーブより。あ、違う。あ、腐敗最後か。あ、そうなんだ。オーブでのブロックじゃあ大丈夫なんだね。意外と攻撃してこない。ほほん、余裕か。あ、やばい。つうか、あ、そうね、使う。精神弱。あーよ、とりあえず。で、充電2回使っといた方がいいよね。次につなげよう。ダークを、うおースキミング、一沈着。いや、ちょっと商業プログラム挟もう。
で、シェパ自動防具盾まだ使えるよね。 OK 充電で暗黒を前に進める。そこでちょっと耐える。プロ防御打てば足りてる。2年回復してる。充電する。打っていいのか。まだまだ貯めるか。まだまだ貯めよう。自動防御盾まだまだ耐えれる。まだまだ耐えれる。超高速自動防御盾。さすがに行くか。いやまだいけるか。スキミング充電冷静沈着。いや撃ったら解放されるんだ。危ない。デバフだよな。いやそろそろ行こう一発行っとこう。で放って冷静沈着で OKOK。消去プログラム挟んでからのダークもう一個貯める。きた、お怒りモードだ。いや、自動防御盾使わなくても充電で十分足りる。むしろウフハイだから冷静沈着のフロストで多分大丈夫なはずだ。 OK で、消去プログラムで進めて、あとは充電だ。で、ストライク一応打っとくか。来たな。まあ、これはもう打つよね。で、全然足りないうおうおあぶねえ。まずは冷静沈着でフロスト解放しとこう。前に進めよう。で、うん、プログラムでさらに進める。
でスキミングでカード引く。で、充電する。これで30足りた。OK。ストライクで一応へこましとく。26、まだいける。ただ2連解放打っとく。ガンガン進める。作戦はゴリゴリいけ。違う、ガンガン行こうでさ。なんだゴリゴリいけって。うわ、来た来た。いったー、あぶねー。今これ再起動な。オールフォーワンはもう2枚だけでしょ、引けんの。あ、ここら辺もあるっちゃあるのか。ただもう2使ってこのダメージでっていうね。だったら再起動やっちゃった方がいいか。いやでもこれいるかな、破棄される。6枚引く。破棄、まあ破棄だからありっちゃありかな。ちょっとこ頼みます。ブラックスター、まあ、小さな家でね、これ以外ないだろう。防御ちょああでも集中効果、集中効果プラスがいいです。ノーマルは辛いです。ストライク、防御、この3枚消したい。その前に腐敗消したい。